はい、皆さんこんにちは。今日はね、武蔵村山にあるクレープ作るさんにやってきました。でね、武蔵村山ってね、なんか武蔵小杉とかそこら辺にあるやつかなと思ったんだけど、結構ね、東京都のめっちゃ上の方にありましたね。はい。でね、クレープ屋さんからね、一番近い駅でもね、徒歩48分かかってしまってね、ちょっとね、アクセス的にね、不便なところがあるんですけれども、立川駅からね、バスがね、出てるのでね、それをね、使ってね、行くのをね、おすすめします。そしてお店の入り口はこんな感じ。てい。はい、こちらがね、本日のお目当て、クレープ60分間好き放題食べ放題1500円。クレープが食べ放題できるとか、もう食べる前からもう考えるだけで幸せ。食べ放題の具体的なルールがこちら。コンバースその1、食べ終わったクレープ紙と交換で次のクレープが注文できるよ。コンバースその2、お残しは許しまへんで。ちな、ラストオーダーは5分前。コンバースその3、提供時間含めて60分制という感じになります。食べ放題はね、完全予約制だからね、食べ放題のお客さんがたくさんいてごちゃごちゃしちゃうってこともなくて、結構ね、提供時間もね、早かったと思います。このね、メニュー表に書いてあるクレープをね、もう全部好き放題食べ放題できちゃうってやばくない？でね、ソフトドリンクもね、1杯ついてるのでね、左下から選びます。お店の入り口がこんな感じで、中に入ると結構ね、アメリカンな雰囲気のお店で可愛らしかったです。席数はね、15席ぐらいだったと思います。このね、可愛らしいアメリカンな雰囲気を味わいながら、早速クレープを食べていきたいと思います。はい、第1弾のクレープが来ました。見てわかる通りね、すごいちゃんとボリューミーでしっかりとしたクレープです。こんなもんかな。メニュー入って DJ でハイテンション、回転回転もうないよ。もう60分ももうやばい、確かにやばい。そうだ、じゃあスタートね。せーの、うめはい、そんな感じでね、やっとね、クレープ食べ放題スタートです。そしてね、開幕一口目からね、すごい汚いですけれどもね、ちょっとね、興奮が抑えきれなくてね、ほんと申し訳ないです。ご了承ください。うまっ！やばい、もうやばい。ぶっ飛ぶ、脳溶けた。という感じでね、本当にね、脳が溶けるぐらいね、一口目が美味しすぎた。でね、このクレープがね、アップルキャラメルブリュレパイっていうやつで、表面がね、パリパリっとね、ブリュレになってて、サクサクっとしたパイ生地と、ゴロゴロっと入ったリンゴ、そしてね、たっぷりのね、カスタードがね、もうめちゃめちゃ合ってて最高でした。これがね、結構ね、人気メニューらしいんですけれどもね、さすがこの美味しさは人気になるわなって感じでした。で、誰目線や、おい。はい、あっという間にね、1個目がね、胃の中に入ってしまったので、2個目注文していきまーす。ちょっと待ってね。はい、2個目がね、こちら。めちゃめちゃ可愛くね。これがね、焼きマシュマロチョコ生クリームです。鏡があったのでね、鏡の前で一口パクリ。見てこの大きさ、伝わるかな？本当にね、めっちゃ生クリームたっぷりで、このね、生クリーム好きの僕にとってはね、ほんと最高すぎた。クリームってもともと甘いのにね、このね、焼きマシュマロがね、追加されることによってね、さらにね、甘みがね、増強されてね、もう甘党にはたまらん。今さっきね、僕がね、え？みたいな反応したと思うんだけど、友達がね、ピザがどうのこうのとか言い出したからびっくりしたんだけど、これね、メニュー見たら、ピザとかしょっぱい系のも結構たくさんあって、今までね、しょっぱい系のクレープはね、僕食べたことなかったんだけど、このね、食べ放題って機会にね、いっぱい食べてみようって思ったんで、この後ね、いくつかね、しょっぱい系のクレープもね、出てくると思うんだけどね、そこら辺もね、楽しんでみていただけると、不幸中の幸い極まりないです。そしてね、友達がね、わざとね、ちょくちょくこうやって出てきやがって、このモザイクの編集めんどくせーあ、でね、クレープでね、一番大切だと言っても過言ではないクレープの生地についてなんですけれども、結構ね、もちもちとしててね、弾力のある食感で、僕のね、めちゃめちゃ好みなね、生地です。食べ応えも結構あるからね、もう一つだけでもめちゃめちゃ幸を感じられる。カットだ、カットだ、今のところカットでと言われましたけれども、はい、がっつり使用させていただきます。いただきます。そしてね、お友達がね、僕のね、真似をしたいということでね、ちょっとね、今やらさせてます。お好み焼き、ハムチーズ卵、ツナマヨピザ、ツナチーズ、モッツァレラチーズ、ハッチミツ、やばい、この辺とかやばい。もう、ここもう幸せのたまり場だよ。やばいよイオンのマックぐらい幸せちょっと待ってね切れ目だね難しい、緊張しちゃった。あと台本ないかはい、ということでね、3つ目の登場です。こちらがストロベリーバナナチョコカスタード生です。めっちゃ綺麗に分かる。すごい綺麗、芸術
ほら見て、めっちゃ芸術作品、そしてめっちゃボリューミー。シマウマだよね。あ、イルカ、イルカ、キリンだ。はい、こんな感じでね、どうでもいい話をね、すごい真剣にね、いつもね話し合ってます。てかこのクレープやばない。クレープ界のオールスターが勢ぞろいだからね。いちご入ってるし、チョコ入ってるし、バナナ入ってるし、カスタード入ってるし、生クリーム入ってるし、もうこれもうスイーツパラダイスやないかい。味がもうなくなっちゃうものが多いけど、下までめっちゃたっぷり入ってる。下までめっちゃ入ってるわ。お友達がね、いいこと言ってくれました。このクレープね、下までね、ちゃんと具がね入ってるからね、最後までね飽きずに楽しみながら食べれんのよ。思わずね首が揺れちゃうし、親指もね揺れちゃうみたいな感じでした。うまかったな。上手になったら2個って超満足できる。3つ食べればいいな。いやー、常人さんの意見は参考になりますね。でもね、普通の人はね、本当に多分2個とかで全然満足になっちゃうと思う。けどね、3個以上食べなくちゃね、元が取れないからね、そこが注意かも。ちょっと待ってね。見てこれ。でもお好み焼きも結構使った。ドン・キホーテの前にアリジャー着て金髪のヤンキーなんだけど、喋ってみたらすごい中身詰まっててめっちゃいいやつっていうやつ。何言ってるか分かんない。そうなんで食べてみたいと思います。それでは人生初のしょっぱいものクレープのお味はいかに。すごいすごい、うまかった。うまい。もうね、ヤバババババババがね、とっさに出ちゃうぐらいね、美味しかった。クレープの生地の甘みと中の具のしょっぱさがね、すごいいい感じにお互いをね、高め合ってんのよ。すごいね、ペロッとね、食べれちゃうから、朝食とかに出てきたら嬉しいかも。美味しかったです。進める？そうです。いや、半分ぐらいまで来たよ。ちょっと待ってね。お好み焼きです。はい、ありがとうございます。また来た、ドンキのヤンキー。ちょっとね、さっきのね4個目のハムチーズ卵がね、思った以上に美味しくて、しょっぱいものクレープやばいってなっちゃって、もうね引き続きね、しょっぱいものクレープ頼んじゃいました。これがね、マジでめっちゃお好み焼きみたいで、中にね、こんなにたくさんキャベツ、紅生姜、卵、チーズ、鰹節、青のり、ソース、マヨネーズってね、いっぱい入ってんのよ。お好み焼き食いに行ったら匂いついちゃう。気になるけど、マジこれ食ったから、うん、そうだ、めっちゃいいとこよ。しかもヘル食べれる。それヘルシーだった。いや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 、ヘルシーかどうかは分からんから、ちょっとね笑ってスルーしましたけれども、お友達見てる？はい、そんな感じでね、これもまたペロッとね食べちゃいました。これね、マジめちゃめちゃうまかった。めっちゃおすすめ、このクレープ。あと時間何分ぐらいだろう。やばい。ちょっとね、ゆったりしてたらね、時間がなくなってきちゃってね、危機感焦ってます。僕がね、注文しに行ってる間にね、またお友達がね、おままごとをね、してたんですけれどもね、ちょっとね、つまんなかったんで、カットしまーす。ちょっと待ってね。6個目、カスタードバターシュガーなんだけどね、熱すぎてね、空気を食べさせてます。髪切ってた。鳥か？鳥だっけ？鳥か？てかさ、クレープの髪の匂いってさ、プレゼントみたいな匂いして好きなんだけど、わかる人いる？どうやらやっぱり僕は食べるのが早いみたいです。なんでたってね、一口がねバカでかいからね。このクレープはね、なぜか知りませんけど3口でなくなってしまいました。もう贅沢すぎる食べ方だよね。幸の極み乙女。ちょっと待ってね。パンパップしてパンパップしてこれで最後にします。はい、お友達がね言ってた通りね、もう時間がねなくなってしまいましたので、こちらが最後のクレープとなります。まさかのね、この私がね最後にしょっぱいものクレープで締めてしまうっていうね、大どんでん返しがね起こってしまいました。もうね、そのぐらいね、このお好み焼きクレープがね衝撃的うまさだった。ぜひともね、皆さんにもね一回食べてもらってね、この美味しさをね共有し合いたいわ。はい、そんなこんなでね、最後のね一口をね食べてしまいました。ふーんと感じでね、鼻息で美味しいを表現しております。そしてね、コーヒーもね最後の一口を飲み終わりました。やるよ。いつもあれなんだよ、はい、これ
外で急に入って食べたらバーガーになったから急に終わっちゃうからはい、この間食べてみて。はい、そんな感じでね、今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。クレープ食べ放題幸すぎたからね、ぜひみんなも行ってみてね。はい、ごちそうさまでした。はいはい、ほいほいほい、ごちそうさまでした。